おかけください。116g 夕方、はい、5時半だね。何 cc ぐらいあった？一緒ぐらい。高島くん、何 cc あったか書いてないんだけど、はい、夕方は水分少ないでした。朝が324度だって言ってたけど、夕方が、285度。285、はい、285cc。 あのね、ここでは吐かないんだけど、やっぱりちょっとうっては鳴ってますけど、吐いてはいません。で、体重がさ、これあの、まあ、童話つけた状態の体重なんですけど、はいはい、あれちょっと重たそうだから 200g ぐらいだったと思うんですけど。あ、そうですか。はい、はい、で、ここではうんちはしてないですから、またお家ですると思いますから、形したかどうかと形を注目してください。あのうんちが早く固まってほしいんで、そういう固めるっていうかね、止血剤とか腸の機能を高める薬とかをちょっと一緒にやらさせてもらってるんですけどね。はい、で、まあお家ではちょっと お水欲しいっていうならやっぱり飲ませてもらっていいんですけど、一気には飲まないで少量で何回かに分けて飲んでもらうと吐きにくいかなと思いますんでね。気づいてる時って確かに水飲みたくなるじゃないですか、うん、でもそこでガバガバって飲んじゃうと出ちゃうのかなとは思いますね、うん、そんなとこですかね。で、まあとにかくね、元気が出てきてるんですよ。で、僕がここ腫れてるのはね、やっぱここでさ、あの骨折があるから出血するじゃないですか。でそれがこっちにも似てる。それからあとは炎症がこういうところにあるし、それからあとここでテープ巻いてこうなってるから血行が悪くなってるし、後ろの包帯はちょっと緩めには巻いてますけど、あ、包帯変えなかった、ね、変えなかったね。で最後ちょっと包帯もう一回変えますんでね、それで連れて帰ってもらって、で明日はですね、じゃあ9時20分に来てください、はい、それで、もうすぐですが1時だから12時50分ぐらい、1時ちょっと前ぐらい、この時間にやらさせてもらっていいですね。わかりました。じゃあこれね、はい、じゃあこれでやろうか。